全体やん。いやいや正解。しかも実は今年少女舞台さうまいこと言うな。なるほど。ちょっと今みんな言ったらしやばいでしょ。やばいやばいやばい、ほんまにやばい。紹介しましょう。愛花セレクトの、はい、この間も出てもらいました、はい、リーダー愛花です。はい、はい、イクリンです。はい、イクリン、はい、イクリン可愛いでしょ。イクリン皆さん可愛いです。はい、はい、はい、RYO 子供の子、リョーコでございます。RYO 子供の子、リョーコでございます。はいはい、いや、個性的なね、感じで、個人的なことで、僕、愛花さんは以前ね、お会いしてるんで、あの、彼女たち、お二人は初めてなんで、はい、どんな人かとか全くわからないんで、まずだからアイカセレクトっていうのは、うん、まあ、このようなアイドルグループ、はい、はい、言うたらアイドルを本当にメジャーデビューしようと思う、うん、超有名に今から本気でなろう。いやいや、あれ資料の DVD 見せようと結構レベルの高いダンスとかレベル高い、うん、でもアイドルのイメージって大体何歳ぐらいですか。まあ、まあ昭和の人間やからあれやけど、まあ二十歳過ぎぐらいまでかな。まででしょ、言うたらそれを超えると、まあ最近ね、嵐やらスマップとかもえらい年まで、あ、はいはい、アイドル、男性アイドルはね、40ぐらいまでアイドルと言われてるんですけど、今もね、年齢は一切オフレコですけども、それも見た目年齢で、今からデビューよ、すごい。いや、もう今高齢化社会やから大丈夫やん。そうやん、うん、今から100歳まで生きる時代やんか、言うたら50、60、まだまだやん。若造やん、せやで、うん、ギャルやんね、うん、いや、だからその辺だったら先駆者になるかもしれないね、アイカセレクトのようになりたいとかね、一つのモデルケースなのかもしれない、ね、いや、なってほしいと思うわ、うん、ね、すごいパフォーマンスがすごいね、うん、この人が、なんとこう見えて、うん、小児科医です。お医者さん、お医者さん、医師です。医師、あんな死のも最たるもんやないぞ。なんで医者になったと思う。いや、かしこい、ゆうちゃん、ごめんなさい、アイドル歩きで、それの箱付けでお医者さんという、うん、小児科なんで、うん、私がこう、まあ、やらないんですけど、まあ、踊ったり歌ったりとかしたら子供喜ぶなと思って、ぜひ、はいはい、やってあげたな、うん、まあ、新生児集中治療部にいるんです。うわ、でも逆に新生児のさんとかの方が大変でしょ。そう、たまに会えても言葉通じへんわけだからね。まあね、いや、それ大変やで、体力的にも。戻ってあげても分からない。いや、分からないから。もうちょっと大きい子やったらね、先生ですよ、言ったら笑うとか。でも、どうなん、辛いでしょ、そんな、新生児って言うたら、そのまま元気になってくれたらいいけど、じゃない場合も多いんでしょ。まあ、だから、すごい辛いから、まあ、こっちに逃げてるっていう部分もある。あー、でも気持ちのバランスちゃんと取ってはんねやつね。やっぱりしんどい仕事ばっかりしてたらね、どこかパーッとしたところね、見てもうたら分かるように、めっちゃ可愛いのよ。いや、もう見らんでも、もうどうしても分かるの、可愛い、踊ってる時可愛いのよ。あいつ、なんでは見たことないけど映像ではね、そうそうそう、ここでね、はいはいはい、でも可愛いのよ、もうすごい。ほな、医師やね。医者やね。こっちの方はやっぱり C とかつきます。C つきます。つく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 。力士。正解。今張る場所や。踊り子の正解。いや、ごめんごめん、ほんま失礼ですね。あ、いや、初対面で。回しつけて。いや、話聞いたら、言うたら、ボーカル担当、歌担当あるけど、どっちかというとお笑いとか喋り担当って聞いたからね。そんな方向に持っていって。相方セレクトの高木ブー。まあ、それ聞いたらちょっとね、塩をつく仕事を考えてきましたね。私、アイカセレクトのにぎやかしでございます。あ、まあ、いいや、よろしくお願いいたします。にぎやかし、すごいね、この人。うん、漫才しゃんねん。お、確かに。じゃあ、歌もむちゃくちゃうまい、踊りうまい、うん、漫才もうまい、はい、お漫才一回見てほしい。あ、ちょっと今ちょうどここに今、漫才流してもいいの。あ、いいです、いいです。まあ、漫才ここ流れてますけど、漫才、なんかメンバーの時やってるんですよ。いやいやいや、
あ、はい、役者と俳優と、まあ、違う相方さんがおってやってると男性が2人、あ、男女、その相方が相方セリフで、ぜひ踊りたいって言うから一回出てもらったんですよ。マジでそれはどうなのそれあかんでしょ、それ言ったら相手、AKB に入りたいってどっかの、ね、誰さんが入って、それはファンが許さんとかあるでしょ。みんなね、許してくれるんですよ。それはどうやったそれ？なんかごめん、勝手な想像やけど、キレ悪そうな踊りが。なんか大丈夫大丈夫。ごめんなさいね、見とったらごめん、ちょっとキレ悪そうな感じするんだけど大丈夫。そのキレの悪さを利用させていただきました。あ、そうなん。はい、大丈夫。いや、もう心地よいかも、ええ感じだね、そういうのってね。ちょっと漫才一回、見たって批評、批評するなら大丈夫。アドバイスを送ったら、いやいや、ネタパクらしてもらいたい。その漫才がまた、その相方さんが台本書いてるけど、きっちりとした台本書いてある。ようこんだけきっちり書くなっていうような。へー、漫才見てで練習して合わせて本ちゃん挑むと。はいはい。で実際どうやってて、あの歌の方と漫才やったら、なんとなく今は私こっちの方が楽しいわみたいな。同じ。あ、同レベルぐらい。同じ 100% 楽しい。もうだから今度はあのぼちぼち音楽祭でね、もう歌だけじゃなくて、あの体操の時間とかあるやん、体育の時間、ドリフで体育とかね、あのマット引いてこう回すやつ、あんなを一回こうね、やって、うん、だからその時に多分すごい力を発揮する。めっちゃ輝くんちゃう。その時ちょっと体張るなあかん、笑いの取り方。そうそうそう、ドーン、壁にぶつかるとか。そう、歌ね、いや体育の時間でそのこっち先だけじゃないから、やってくれそうな感じがする。もう何でもさせていただきます。グループで結構役割分担が、今お笑い担当です、何々ですとかは分かれてるわけです、ね、そういうの。いや、決めたわけじゃないけど、なんとなく暗黙のっていうのは、まあ、例えばそれは愛華さんが選んできたの。今いえ、向こうからの希望なの、皆さんから。いや、もうあの天性のセレクトですね。先生、やっぱグループがしてもこの時点であの力関係か、愛花セレクトやから、愛花さんが選んだわけでしょ。私ら選ばれたの。でも愛花セレクトの名前をつけたのは涼子さん。はい。それはなんでやっぱり愛花さんをリーダーにってことで。そうです、そうです。あのやりたい人が戦闘機だなって。ついていきようないんだよ。はいはいはい。やっぱりね、やるっていう人がいるから私はついていける。今で何年なの？おととしの10月に愛花セレクトに出演した。ああ、そうなんや。おう。で、だからちょっと。どうなんすか？ 2年3ヶ月ぐらいですね。仲悪になったりしませんの？揉めたり。よう喧嘩しますわ。あ、そう。どういうことで揉めますの？揉めるだけやけど。酔っ払った時あんただけやん。いやいや、要はあるじゃん、めちゃくちゃ酒強いの。強そうやから、ね、ライブハウスって日本酒飲んで渋いやん、男前やないの。それいかの塩辛とか。そうやった、塩辛食べるアイドルって珍しい。もうすごいですよ。気が下がります。え、あれ、あの、でもステージ上であんたのここはこう、せいやなんでだみたいなか、それともなんかプライベートなことでも、まあ、揉める。はないですか。やっぱやってる中でのことですか。もうちょっとこうしてとか、ここはこうしてこうしてとか、ここはこうしようかとかっていうのは結構ね、いろいろ。あ、まあ前向きな、ね、まあ、経験かというか。いや、あのね、その、なんじゃろう、レベルがやっぱり全然高い。やってはることが、パフォーマンスがやっぱりすごいから、もう本当にプロの領域なんで、まあ、おそらく揉める時もね、ちょっと厳しい、あのそういうプロ的な部分の揉め方をするんやろうなという。だから大概揉めるのでこないし並んだら、いや、あんたの方が目立ちすぎとか、もう原始的な揉め方やからね。嫉妬心的な部分が多いと思うんですけど。でもね、リーダーはね、結構ね、あの自分を後回しして歌いって進めてくれるんですよ。偉い。日ハムの栗山監督タイプやね。これガチャなしに選手出さして結果的に自分が目立ってる。そうやね。最初に話しといて控えめになりながら、その控えめの輝きを狙ってね。それはもう昔からそういう性格なんですか。あの我がっていうよりもどうぞってみんなをこう心地よくさすっていう。いや、あの涼子さんはやっぱりここは涼子さんが歌うべきやとか、ここはゆっくりの歌ったら絶対輝くなとかっていう
部分ってあるじゃないですか、うん、そこをそうやってほしいなって思うだけなんです。えらい、だからその一人一人の個性のあった歌を歌う、はいはい、やっぱこうプロデュース的な目がいるもん。やっぱあのどうしてもね、僕はこれ歌いたい、私はこれ歌いたいのぶつかり合いなんてもんなら、何かわからんけど客観的にね見て、いやあなたそういうけどこっちの、方が合うよとかいう目がなかったら多分そういうのは作っていけないと思うんですね。イクリンはどんなを目指してるの？私はどんなグループとしても個人で、いずれはソロで例えば、そういう名のことの脱退をしたりしない。でも私は一人で歌うことがまだあれなので、あのお二人が後ろについてきて踊ってくれて、それで成り立ってるので、でもあのほなここしょいやほならこういうちょっと奥ゆかしい人やから、一人であの自転車コマついてる状態やけど、急に乗れるとコマないでしょ。で後ろで踊ってるようでそーっと二人が近くに聞いてた。今年一人で歌えさいいでしょ。そら小回り自転車から普通に乗れる時って子供たちってそうでしょ。それと今効果と一緒でみんなおるよと思わせて聞いてた一人でもできたみたいな。なんかそういうの言うよ。あいやでも十分一人でもできはんねん。いや皆さんできるんでしょ。でもちゃんとバックをこの人が歌うときはイクリンが歌うときは2人がバックをちゃんと綺麗に務めはる、うん、だからすごく映える、うん、ああなるほどね。だからあの本当にステージに立てて年齢を感じさせない。ドムホールリングみたいな、ね、うまいこと言うな。ドムホールリングにちょっと苦情もちゃんと貼ってるよね会社。コマ CM 大丈夫ですかこれ。大丈夫だよ。ガラスの靴なら星屑に